勝って再び順位表の一番上を目指します。ホームの山口、そして本来いるべき順位はこんなところではありません。その進化を示したい松本、決戦の舞台は山口市の維新ミライフスタジアムです。こちらが前節今シーズン3ゴール目を挙げている小野瀬です。さあ中盤ボールを奪った松本、セルジーニョ右サイド選手がフリーだ。さあ抜けてきた前田です。ペナルティーエリアの中に侵入してきた、中央にはセルジーニョ、シュートを打った遠目からクロスバー、いきなり積極的に仕掛けてきました。47番の岩上のシュートでした。立ち上がり積極的ですね。今のは松本ボールを奪ってからが早かったですよね。右サイド小野瀬を使う、松本は下がりながらの守備、左サイド高木のところ競り勝って、遠目から狙っていった、こぼれ球にゴール前詰め切ることはできませんでした。そうな、今のは瀬川選手の特徴ですよね。今無回転で多分変化したと思うんですけど、キーパーキャッチできませんでしたね。前半のうちに松本交代カードを1枚使いました。永井に代わって9番の高崎が入ります。どうでしょう、この辺りのプレー見ていても選手たち集中力というのがかなり高い状態を保っているように見えますが、縦にボールが入れた、くさびのパス、パウリーニョ、シュート高崎、前半のアディショナルタイム松本山が先制。この場面です、パウリーニョから落として高崎、もう一度コーナーキックは松本です。直接、狙ってボールかもしれません。弾き出していきました山口。そうですね、このプレーです。そうですね、これなんか本当にもう一度は来ないと思ってて、はい、本当ギリギリですよね。これゴールライン際ですね。セルジーニョ、スペース、岩上狙った、ミドルシュート決まりました。松本山が追加点、岩上右足振り抜いていきました。ボールこれフリーで、もう誰も来てませんからね。そうですね、まあ岩上としては狙いすましたシュート決めていきました。そうですね、もう完全なコントロールしてうまくこう狙ってますよね。まずは1点返したい。小野瀬の左足ふわりとしたクロス、山下落としてオナイウのシュートが決まった。オナイウの1点返しました山口。小野瀬からのクロス、オナイウ受けて右足でのシュート、山口試合終盤で1点返しました。オナイウ下げます。そして1点返したことでスタジアムのボルテージももう1段階上がりましたね。サポーターからここもシンプルに入れていく、競り合い拾った、シュート、前高幸のゴール、山口最終盤で追いつきました。前高幸のシュート、コータンさん追いつきましたよ。まあやはりこれがやっぱり前節での教訓ですよね。それをうまくこう自分たちもできるっていう風にモチベーションに変えれればこういう形になると思いますよね。逆転ゴールはあるか、山口拾った、前高幸足元滑ってしまった。ここで試合終了のホイッスルです。第6節ホーム山口対松本の試合は2対2ドローに終わりました。追いつかれた松本としてはこの表情です。